やばいぜー、マイズル真相究明、やばいぜマイズル、ニュースキャスターの森本隆です。今日は2023年の6月27日火曜日です。よろしくお願いします。今回の放送、6月最後の放送になりますけれども、いろいろ6月もありましたよね。はい、今回の放送はですね、まあ、またまたこの舞鶴を揺るがす大きなニュースが2つあります。はい。一つは良いニュースと言って良いでしょう。一つは悪いニュースです。まあ、もう、なんでこんなんだんやろね、舞鶴。まあ、ええニュース言うても別にそんな大した、まあ、どうなんかな。うん。まあ、ええニュースといえばええニュースなのかもしれませんけれども、まあ、もう一つが最悪ですね。この二つと、舞鶴市議会の動き、6月の、いつやったかな、15日に開催された市議会一般質問の解説を交えて説明させてもらいたいと思います。はい。この二つのニュースと、市議会のこの質問っていうのがすごく非常に密接になってますんで、ちょっとまた長くなりますけれども、もう最近やっぱもう問題が多すぎてどんどん長くなりますけれども、まあ、できる限り簡潔にまとめて皆様にお伝えしたいと思います。はい。まず一つ目、いいニュースから悪いニュースか悪いニュースかどっちから行きましょうか。はい。まあじゃあとりあえずじゃあ良いニュースから、良いニュースと呼ばれる内容から行きたいと思います。はい。一つ目ですね、加茂田市長の身を切る改革なんですけれども、月額報酬の3割カットと退職金なしが採択される見通しが出てきました。はい、とりあえずなんか加茂田市長はこれで一息つけるのかなというふうに思うんですけれども、内容的には5月23日に開催された総務消防委員会で全会一致でこれ可決しました。また本決まりではないんですけれども、給料3割カットは実現するようです。はい。2つ目なんですけれども、これは悪いニュースの方なんですけれどもね、中総合会館の周辺で予定されていた建築が予定されていた認定こども園の計画が中止になりました。子育てに対して優しい町というね、子育てに特化した町を作っていくというこの加茂田市長の公約なんですけれども、ここに来て急に認定こども園の計画が中止になったと。ね、畳市長の時からずっとこう進めていた、まあそこそこの規模の、ね、認定こども園が中止になったということ。これどういったことなんでしょうか。はい。もうね、舞鶴の子供たち、働くお父さんお母さんたちにとってこの認定こども園の計画が中止になるということはもう大変なことなんですけれども、まあそれを加茂田市政でまあいきなりなくなってしまったという、それがまあもうほんまに加茂田市長は一方でまあ給料カットが実現できて、まあ公約達成できたと思ったら、もう次はですよ、次の瞬間にこの認定こども園が廃止されるという、なくなるというね、計画がなくなるというとんでもない事態を巻き起こしてしまったこの加茂田市長、もう本当にですね、まあどうなるのか。この辺もまた市議会とかなり密接になってますので、詳しく今からお話ししたいと思います。はい。まずは、身を切る改革の条例案なんですけれども、毎日新聞さんと京都新聞さんに載っております。はい。まあどちらも結構詳しめに載ってますんですけれども、まあ中身が結構違うんで、まあ、新聞も最近ちょっとどうかなというふうに僕も思ってるんですけれども、まあ、このあたり私の感想も含めて、お話ししたいと思います。はい。まずですね、毎月これね、身を切る改革条例改正案可決というふうに、毎日新聞さんこれ報道しておりますけれども、京都新聞さんは、舞鶴市長報酬3割カット A なんですよ。はい。もう、毎日新聞さんはもう条例案が可決したと。やってるんですけれども、京都新聞さんは、報酬3割カットへ進んでますよ。そんなニュアンスなんですけれども、果たしてどちらなのでしょうか。はい。ちょっとどうなんかなと、僕もこのあたりも含めてどうなんかなというふうには思うんですけれども、このまあちょっと読みますと、まあ、舞鶴市議会、総務消防委員会は23日、加茂田昭津市長が2月の市長選で公約として掲げた給料3割カット、退職金ゼロを実現する条例改正案を全員賛成で可決したと。3月議会では継続審査としていたが一転した。
今後は不在が続く市議会の同意が必要な副市長人事が焦点となるというふうに、これ毎日新聞さんは書いております。はい。まあ内容的にもですね、まあずっと私が伝えている通り、まあ給料、あの鎌田市長の給料3割カットしますよっていうことと、退職金をなくしますよということなんで、3割カットに対しては、舞鶴市議会は、どんだけの金額を下げていいのかっていうのを、この市特別報酬と、審議会への、諮問が必要として、まあそこの審査をしてくださいよということを流しました。舞鶴市議会はどれだけの給料を下げるのが適切なのかっていうのを、その諮問機関で話し合ってくださいよということを舞鶴市に投げかけて、まあ、3月議会でご提案されてたんですけど、それがなしになったんです。ほんでそれが今6月議会で話し合われてるんですけれども、舞鶴市もここもややこしいんですよ。もうしょうもないことなんですけどもね、舞鶴市は、この審査ね、市長の給料っていうのは別に市長が好きかって決めてもいいことなんで、どこに誰にそんなもん尋ねる必要はないんですよっていうこと。だからそういう諮問することは不要ですよっていうことを確認したんですね。で、舞鶴市議会側は、いや、そうじゃなくて、何割カットが適切なのかって、市長としての職務として何割カットが適切なのかっていうのを諮問してくれという、まあ、言葉、まあ、結果的にはその、お金を下げることには変わらないんですけども、まあその方向性が違うということで、またちょっと争う姿勢を見せてたんですけれども、まあこう、やばいぜ、バイズルとかでもね、いやもうこんな無駄な争いやめましょうよと、うん。そんなもう、鴨田市長の思うつぼですよっていう、こういうところで、なんか議会と争ってる風にしてですね、もう鴨田市長が、まあ自分はなんかこう、追い詰められてるんだとか、議会となんかこう一生懸命戦う姿勢を示してるんだみたいな、こんなん鴨田市長のパフォーマンスやから、もうな、もう議会ももうこんなしょうもないこと付き合わんと、もうさっさとこんなこと、あ、もうほっといて、ちゃんと舞鶴の議題を、話し合ってくれっていうようなことも、まあやばいぜ舞鶴では常々こう言わしてもらってるんですけれども、まあそのあたりね、まあ多分市民の皆様も同じ意見やと思いますんで、まあ市民の声が通じたのだと思いますけれども、議会、舞鶴市議会がですね、もうほんまに大人の対応やと思います。はい、大人の対応やとして、もうほんまになんとかこの総務消防委員会という小さな委員会で、まあしゃあないなというふうに全会一致で決められたそうです。はい、もうそこのところはもう非常にありがたいと思いますね。はい、この日の委員会でですね、山本議員は、議会がどれぐらい減額するか審議会に聞いてくださいと要請したのであり、議会の要請に真摯に対応していないと主張ですね。はい。あとは、鴨田市長が審議会に出席したことについて、審議に入る前に退席すべきで、市長の思いを誘導させたのではないのか、と訴えた、とありますね。尾関議員はですね、今最も大切なことは、給与カットではなく、地域経済を回復させること、給与カットは経済の縮小、負の連鎖につながる可能性があると、身を切る改革は容易では、容認できないが、苦渋の選択として、条例改正案に賛成すると述べたと。はい、松田議員ですね、公明党は、周囲や今後の人材確保に影響を及ぼせないように対策を講じてほしいと求めたとあります。はい、かなりですね、もう議会としては腹立つけどしゃあないなというふうに、もうこれ以上この問題を長引かせるとですね、まあ舞鶴市政ね、市民に影響があるんじゃないかなっていうことを考慮して、まあもうほんまにね、山本治平さんなんかはもうほんまにもう怒り浸透やと思うんですけれども、なんとか、うん、我慢してですね、この条例案を、まあその委員会として、まあ認めましたというようなことです。はい。うん、まあ、ねえ、うん。で、この京都新聞側っていうのは、市側は手続きを踏んで丁寧に対応したとか、市民、まあ、名前出てませんけれども、他会派の議員からは、市民との公約を尊重すべきだとか、今後の行財政改革を注視するなどの声が上がったとかっていうふうにありますし、まあ、いろんな、まあ、議論がされたんだと思うんですけれども、まあ、議会の委員会としてですよ。はい。確定じゃないですよ。はい。毎日新聞さんはなんか身を切る改革、条例改革は可決というふうになってますけれども、まあ委員会として多分そこからまた委員会だけで決めれる話じゃないですからね、条例の話は。委員会に挙げてから、本会議に挙げて、決定するんやと思います。すいません。まあここも僕も間違ってたらごめんなさいですけれども、うん、まあ今後多分、
あの委員会で決めたことが最後議決されるんだろうなと思うんですけれども、まあ、ほぼほぼこの舞鶴市長の 給料が、3割カットにはなることはまあ間違いないというふうに思います。はい、まあそんな感じ。まあ本当にですね、あの舞鶴市議会の皆様どうもあのお疲れ様でした。もう本当に腹立つと思いますけれども、こんなパフォーマンスにですね、まあ付き合ってなくてもさっさとあの舞鶴市政もう本当に問題が山積みなんで、あのそこのところをですね対応していただくっていうのはもう本当にありがたいと思います。はい、もうほんまに僕が市民の代わりっていうんであれですけれども、まあもうこのちょっと代表してもう舞鶴市議会のこの英断にはですねお礼を申し上げたいというふうに思います。どうもありがとうございました。はい、もうほんまにですね、もうこれでもうあのまあまあ6月の議会でね最終決定すると思うんですけれども、もうこれでこの要はもうこの茶番、もうほんまに鴨田市長も維新のもう独特のパフォーマンスにはですね、まあもう置いといて、もう誰も言わんと、はい、もう6月でこの話は終わりにしましょうね。うん、6月議会で終わりにしてですね、まあもうこんなほんまもパフォーマンスもアホーマンスです。アホーマンス。はい、パフォーマンスじゃなくてアホーマンス。アホーマンスにね、もう、議会何回も何回も開いてですよ、話し合う。もっと他に大事なことがあるんじゃないかなと思いますけれども、まあそこのところは、置いといてですね、まあ、前に進むのはありがたいというふうに思います。はい。もうこの話これで終わります。はい。次ですわ、次。これまた京都新聞さん載ってるんですけれども、これですね。はい。認定こども園の計画が中止になると、はい。ウクライナ侵攻、建材が高騰ということで、舞鶴市中総合会館周辺で予定されていた、認定こども園の整備計画が中止になったと。これはもう要は、ウクライナ侵攻などに伴う建設資材の高騰が原因で、運営主体となる予定の私立幼稚園側から辞退の申し入れがあったと。市はすでに国から建設候補地を所得しており、対応に追われているとありますね。中止になった認定こども園は、中舞鶴地区にある、私立中保育所と、私立中舞鶴幼稚園の機能を統合させるために計画と。市が土地を用意し、中舞鶴幼稚園を運営する学校法人、時和学園が、園舎を建設、運営する方向で協議が進んでいた。完成は2025年度で定員は0から5歳児の93人の見込みだったと。市は子ども園整備に向けて、22年度当初予算に9800万円を計上し、国が所有していた中総合会館の駐車場の土地約2100平方メートルを取得した。駐車場に隣接する東消防署中出張所は来年2月に老朽化で閉鎖を予定しており、跡地約400平方メートルも合わせた計2500平方メートルの一部を建設候補地としていた。はい、要は建設資材が戦争によりですね、計画の 1.7 倍に膨らんだため、今年1月に事態の意向を市に伝えたという。同学園は市と正式契約に向けた話し合いを進めていたが、資材価格がさらに上がる可能性があり、建設が難しくなったということで、中保育所は1981年建設と、老朽化が進んでおり、子ども園への機能統合後に廃止される予定であったと。計画が白紙になったことで、市、幼稚園、保育所課は、公立施設として存続していく必要がある。中総合周辺で所得した、土地の活用を含めて対応を検討していくと。はい。一方、中出張所の閉鎖については、市消防本部は庁舎の老朽化が理由で、計画に変更はないと予定通り進めている方針を示しているとあります。はい。もう、これ、1月ですよ、1月。はい。まあ、1月、今年の1月に、まあ、事態の方向を示したということで、まあ、これはね、ちょうど選挙直前やったんで、まあ、もうその時は多分、まあ、政治的には動かなかったと思うんで、まあ、その後、この多分ね、選挙が終わった後、本格的に話し合いが始まったんでしょうけれども、なんで今頃なんて話ですやんか。うん、ちゃんとそんなん、3月議会で話せる話ですやんか、こんなん。1月やったら、もう、それで。だから、延々と、いや、なんとかしよう、なんとかしようで、いろいろ引っ張って、で、その挙句に今この6月に出てきたと。しかも市議会の途中にこんなことが出てきたということになりますよね。うん。いや、認定こども園お金がいりますやん、こんなんは絶対に。ね。舞鶴市民としていりますし、ね、子供を、育てるために保育園いりますやんか。一個の、もう保育、今保育所が、中保育所がもう老朽化でボロボロでですよ。子ども園への機能って統合後に廃止される予定やったんですよ。そんなところで子供預けられませんよ、ボロボロのところで、要は。うん。
それを計画をちゃんとするために認定こども園作ろうとしてんのに、それが廃止になるっておかしいと思いませんか。しかも建設費の高騰なんか、そんなこと分かりきったことやないですか。建設費高騰でできへんでたら舞鶴市お金出せやと思いますやんか。ね。そんな、ほんまに赤レンガパークとか、あ、なんや、図書館とか、マイコムとかやってる場合やないやん。ここが第一優先やと思いません、皆さん。赤レンガパークよりも図書館よりも、マイコムよりも、認定こども園の方が先でしょっていう。うん。最優先課題でしょって。蒲田市長も子育てね、の街を言うんやったら、こっちのことをやらなあかんのに、なんでせえへんのって思いますやん。で、なんで早言わへんのって。なんでもっと議会で早く挨拶せえへんのって。3月議会でできたでしょ。なんで今まで黙っとったんっていうの。おかしな話ですよね。っていうことを含めて、まあ、今回もあの議会の話と合わせてお話しさせてもらいたいというふうに思います。はい。むちゃくちゃでしょ。だから一方で議会がちゃんとまともに動いてきたなぁ思ってたら、今度市長がむちゃくちゃなんですよ、もうほんまに。何してるん言うて。ほんま何してるんと思いますね、はい。はい、それでは市議会のお話いきたいと思います。はい。今回はですね、自民党の上野修美議員の質問からいきます。はい。上野修美さんはですね、復活当選かな、大議長がね、まあ、児童ポロの問題で辞めて、そこから復活当選したこの上野議員なんですけれども、上野議員は道の奥の方ですね、東舞鶴の道の奥の辺から、まあ、出てはる方なんですけれども、問題がまあ、舞鶴市における森林整備について、はい、一方市の森林の現状と課題について、森林環境税、森林環境贈与税についてね、はい、天然林、竹林の整備とその資源活用について、山林の寄付について、について、この舞鶴市に対して質問をされております。はい。もう一ついこうかな。はい、次は、災害に強い消防体制づくりについてですね。組織改編後の消防団体制についてと、消防団、西消防署整備の進捗状況についてと、中消防署の分断倉庫についてという、これ質問をされております。次に、京都府北部地域、消防司令センター共同運用事業についてということで、まあ、舞鶴の山の整備と防災、消防とかについてのお話をされております。もうね、非常にですね、多分市民の関心が低いところなんですけれども、まあ、実は僕はもうそのあたりめちゃくちゃ得意というか好きなんですよね。はい、このあたりの話が。はい。だからすいません。ちょっと長くなりますけれども、まあ、市民の関心が低い分野なんですけれども、めちゃくちゃ大事な質問をですね、まあこの、上野修美議員はされてるんですいません。ちょっとここは僕の個人的な趣味も兼ねて詳しく説明させていただきたいと思います。はい。で、まず先ほどのニュースも絡んでくるんですけれども、舞鶴のですね、まあ森林の舞鶴はね、77% が森林なんです。で、そのうちの 30% が人工林なんですけれども、まあもう本当に山はもう荒れ放題ですね。最近も熊出没のニュースがめちゃくちゃ多いですけれども、まあ適切な森林の管理がされてないということで、まあもう本当に山の所有者が不明でですね、まあどんどんその、森とか山の状態がこれ悪化しております。もうそれはもう周知の事実やと思いますけれども、まあ適切に、森が、森林が管理されていない。これはもう舞鶴以外にも他の、地域でもたくさんそういう状況はあります。で、それに対してですね、新しい税金が出ました。はい。これはもう全国的なもので、森林環境税というんですね。はい。これが国民一人当たり1000円かな。1000円取られることになりますけれども、もう一つこの森林環境贈与税というのが、まあ、あります。うん、まあ、要は、森林関係の整備にですね、まあ、多額の税金私たちから集められているんですけども、一人当たり1000円ぐらいね。で、それの交付が、まあもうどんどん今からもう、全国にもう広がってるんですけれども、まあそういったお金の扱いがどうなってるのかっていうようなこととか、まあそういう、舞鶴の森林を取り扱うこの、状況をどうするのかっていうようなことを舞鶴市にこのいろいろ質問をされておりました。で、まあ舞鶴市はですね、まあビジネス化を図ったりですね、まあ所有者に整備を促したりだとか、まあ災害対策をしっかりやっていきますよみたいな、まあごくごく当たり前の対応をされてたんですけれどもですね、まあそこでですね、この、
上の議員が、まあ、すごく言うことを言うたんですよ。いや、もうそのね、市民も森とか山を持ってても管理ができないんで、それをちょっと舞鶴市とかに寄付、ね、山を寄付できる体制を作れませんかという、まあ、すっごいいいアイデアを出してはるんですけれども、まあ、舞鶴市は、いや、山の寄付、もう資産価値がない山なんかは寄付は受け付けませんよと。はい。この代わり、まあ、森林伐採のこの権利の譲渡とかで、まあ少しでもお金になる方法とかありますんでとかってことを、まあそこでこう濁してはるんですけれども、いやいや、そんなね、もう舞鶴の森林なんて、木材の価格なんてもうほとんど価値がないんですよ。だからこの権利なんて譲れるわけがないんですけれども、まあなんかそういう実情をちゃんと分かってないのか、まあわざとなのか分かりませんけれども、いや、そういう森の寄付なんかは受け付けませんよみたいな、そんな回答をね、されてましてですね、まあそれで話は終わったんですけれども、まあ本当にですね、まあ舞鶴をはじめ日本のこの森を巡る環境っていうのはすごく大切なんです。で、僕はですよ、まあ本当にお金はかかると思いますけれども、まあ今のうちにですね、まだ所有者がはっきりしている部分だけでもですね、森とか山の寄付を舞鶴市が受け付けてですね、まあそれなりにちゃんとね、整備はできないかもしれませんけれども、そういう所有権とかをちゃんと整理する、もう未来のためを考えて、今すぐはできません。もう10年ぐらいはできないと思いますけども、まあ20年後、30年後、40年後のことを考えると、今ここで舞鶴市がちゃんとしっかりその森の整備に取り掛かるっていう準備をする段階やと思うんでですね。まあこのあたりしっかりとですね、この本当にこの上野議員の訴えとか提案っていうのはすごく僕は良いアイディアやと思うんで、舞鶴市、蒲田市政はですね、ちゃんとしっかりと、もうちゃんと勉強してですね、目先のことだけじゃなくて、もうほんまに舞鶴のこの、市の職員って目先のことしか考えられないんで、やっぱもう10年、20年、30年先のことを考えると、今僕はほんまにこの、山の寄付、山を舞鶴市とか国に寄付するっていうことはすごく大事だと思うんで、まあぜひぜひ検討してもらいたいなというふうに思います。はい。まあ地球温暖化の影響とかでもね、この森林整備すごく大事なんで、もう本当に今朝のニュース、今朝のテレビ、スマタンかな、スマタンでも舞鶴の、舞鶴じゃ宮津の沖で、マグロが釣れるみたいな、そんなニュースをやっておりましたけれども、まあそれはね、黒潮の動きの変動で、まあマグロがやってきたりしたんだと思いますけれども、まあ気象変動もすごく大きくて、まあ海の環境もすごく変わっております。もう気候がね、どんどん変わってきますんで、それはもう気象変動ね、地球温暖化による影響やと思いますんで、そこでちゃんとこの森を育てるっていうことは非常に大事なんで、まあこのあたりはもうしっかりとですね、できひんじゃなくて、やるっていうことをしてもらいたいと思いますよね。僕やったらやりますね、はい。未来にかけた投資ですよ、これは。しかもね、この山の寄付っていうのをもらうだけの話なんで、まあ、それに伴ってもちろん、責任っていうのが発生すると思いますけども、そこのところは、もういろんなこのアイデアで考えて対処もできると思いますので、それはもう知恵絞ったらできますんで、山の、舞鶴の山、森ですね、はい。の整備っていうのはしっかりとできる体制を作っていくべきだと僕は思います。はい、以上です。はい。次がですね、まあ災害に強いこの消防体制作りということで、まあ舞鶴の、消防団ありますよね。その消防団がですね、まあちょっと組織改編を、組織の変更して消防分団化になりましたみたいな感じの話で、あとはまあこの組織としても高齢化で消防団員のなり手が不足してるみたいな、そんなこともお話しされておりました。はい。あとは西舞鶴の消防署が、まあ、新しくできますんで、それに伴って、今このね、先ほどのこの認定こども園の計画のところに出てきましたけれども、この中消防分団倉庫っていうのが廃止になりますよみたいな、そんな話もありましてですね、はい。まあそのあたりも話含めて今からするんですけれども、まあ消防団の話もね、もう本当にこの、まあ地域に住んでる方はご存知かもしれませんけれども、まあ消防団のなり手不足っていうことが言われております。それはもう昔からの話やっててですね、まあ僕はもう防災士としてですね、まあその消防団のなり手不足っていうのは話はよく聞いております。まあもう舞鶴市からはですね、まあ完全に僕らはもうハミゴなんですけれども、まあよその地域のなんか、まあ舞鶴市以外の相談なんかよく受けてるんですけれども、まあそのあたりでもやっぱ消防団のなり手不足っていうのはすごく問題で、どこの市町村も頭を抱えてるんですけれどもですね、実はですね、僕ね、10年ぐらい前にこの消防団のなり手不足っていうことをもうすでになんかこうちょっとグループを作って舞鶴市、畳市長の時にですね、こういう意見書を出したんですよ。はい。
こういう消防団をこういうふうにしましょうみたいなね。それはその時にそういう防災士というグループがあるんで、まあ、防災士という資格があるんで、その防災士の資格を作ってですね、まあその消防団をサポートする団体っていうのを作れば、まあ消防団で、そういう団体を作ってこの消防団の PR をしましょうっていうことをですね、政策提言するっていうことを、まあ、畳市長の時にやらせてもらったんですけれども、まあそれは一応なんかこうマスコミ読んで政策提言させてもらったんですけれども、まあ当時の、消防、当時の危機管理室長に話潰されました。はい。まあ今から思っても結構革新的にいいアイデアやったと思うんですけれども、まあ当時の危機管理室長に、まあ、潰されましても、完全にそれは潰されたんですよ。うん。僕、面と向かって邪魔するなって言われましたからね、その危機管理室長に。まあそんなことで、まあそういうですね、まあ民間からの提案なんかもいろいろ皆さんやってるんですけれども、そういうのをまあ、舞鶴市の職員たちが全部今まで潰してきた状態で、まあ結局今にっちもさっちもいかない状況になっております。はい。でまあ、僕はまだ十分ですね、今いろんなことができるというふうに思うんですけれども、まあほんまに今これも長くなるんやけれども、消防団も本当にね、今なんかこう、舞鶴市の消防署の下請け化としてるんで、要はもう無駄な仕事みたいだとか、そんな無理な仕事がたくさんあるんですよ。ほんで、舞鶴市の職員っていうのは、民間の人間をもうなんか奴隷のように、もうほんまに自分たちの我が部下のように使うんですけれども、いや、そうじゃなくて、ちゃんとその消防団は消防団で、ちゃんともうちょっと自主性を尊重してですね、その要は、舞鶴市の完全にこの配下で、まあ古文として言いなりに使うような、そんな組織じゃなくて、もうちょっとそのちゃんとしっかりと、もっとこう、なんていうかな、業務を見直すとかっていうことをしてですね、もう消防団のこの増加っていうのは十分できると思います。そういう細かいね、多分ほんまに大雑把なこと、こう、組織の再編とかっていう大きなことは舞鶴市できるんですけども、そういう細かい仕事とかね、うん、細かい業務とか、細かいそういうなんか日程だとかそういうね、細かいお金の話なんかが全くできてないんで、そういう細かい調整をしないから今こんだけおかしくなったんですよ。で、今消防団は本当に今いてる人たちが必死で支えてるのを、多分ほんまに舞鶴市なんかは分かってないんやと思います。はい。多分ね、この上の議員なんかは多分地元で、まあ、消防団と密接に関わってるから、消防団の大変さとか大切さっていうのはよく分かってるんやと思うんですけれども、はい。そういうのを全然分かってない、まあ、ほんまにこの、ね、市役所の人間たちが好き勝手言うから、このどんどんおかしくなっていくんじゃないかなというふうに思います。まあ、だから、結構この話もですね、まあまあなんか、言うたことに対して、まあ、杓子定規なこの回答になってましたけれども、もうちょっとこういうね、現場を知っている、まあ、上の議員みたいな話をしっかりと聞いて、意見を練り込んでやっていかないといけないというふうに僕は思いますよ。まだ、消防団とか僕なんかなんぼでも良くなるとは思いますけれども、うん、まあもうほんまにその話をするとですね、5時間ぐらい喋れますんで、はい。まあそんなにね、長く喋れません。ちょっと YouTube の尺もありますんで、終わりますけれども、また一度できたら、機会があればこの防災についてもじっくりとお話ししたいというふうに思います。はい。で、この認定、まあ、西舞鶴の、もうすごい盛りだくさんなんですけども、西舞鶴の消防署が整備されることで、まあ、西の消防署はもちろんなくなりますんで、総合文化会館の近くにある、何やったっけ、中消防分団の倉庫がもうなくなりますよっていう話を、もうここで出てくるんですけれども、もう、わかってません、これね。日程こども園のこの話がですよ、1月のうちにすでに亡くなるっていう話があって、この時に中消防分団の倉庫の話も、この時にいや今このちょ認定こども園の廃止の計画が出てましてっていう話をすればいいのにですよ、やらないんですよね。毎年隠してるんですよ。でこれが議会が6月15日にやってるんですけども、この報道が出たのは6月の23日です。はい。だからまあほんまに1週間ぐらい隠してるんですよね。おかしな話でしょ。だからこういうことをするんですよ、舞鶴市は。ちゃんとね、議員たちがちゃんとその中でいろんな質問もしてて、その時にいろんなことを言うチャンスはあるんですけれども、全く議会じゃなくて舞鶴市役所の方はこれ言わないというね。完全にこれはどうなんかな。もう舞鶴市側がもうボンクラなんかわざと隠してるのかどっちかわかりませんけれども、こういう大事な話ね、議会の中で、せっかくこのね、中分団のこの話が出てるときに、それを活用しているこの認定こども園の廃止の計画っていうのをですね、ちゃんとしっかりと話さないとあかんねっていうふうに思いますよね。まあこの間のね、看護師学校の廃止もそうですけれども、もうほんまに畳、鴨田市政になって、
隠蔽してるのか知らんのかどっちか分かりませんけれども、ほんま分かんないですよね。隠蔽してるのかアホなのか隠してるのかどれか分かりませんけども、まあどれもとりあえず最悪の結果やというふうに思います。はい。まあここのところはですね、まあ今後まあいろいろ私の方も突っ込んでいきたいと思いますけれども、まあもう一つですね、大きなニュースが、京都府、中北部地域消防司令センター共同運用事業っていうのの話が出たんですけれども、この消防本部、前鶴市の消防本部ありますよね。で、それが要はまあ人手不足だとか効率化のことを考えて、六市町、福知山、前鶴市、綾部市、京丹後市、と、あとは京都中部広域消防組合と、あと宮津与佐の消防組合のこの消防本部をですね、消防本部のこの業務を福知山に持ってって、まあ共同で整備するというようなお話がありますので、それはまあ今どんどん進んでいくんですけれども、まあ要は、消防とか救急の司令センターが舞鶴市からなくなって、福知山に持っていかれるっていう話があるんですけれども、まあその話もされておりました。はい。まあ結局、まあ舞鶴の業務は舞鶴で受けていたのを舞鶴の業務が福知山で受けるというようなことになっていきます。はい。まあそれでですね、まあそういう混乱が生じていないかみたいな話があったんですけれども、まあね、舞鶴市側は問題ないですよというふうな、そんな回答をしておりましたけれども、まあ今後どうなるんでしょうかね。はい。まあとにかくですね、まあすいません、ちょっと長くなりましたけれども、この上野治議員の議員さんのこの質問っていうのは、山とか森の話と、この消防防災についてのお話だったんですけれども、まあ本当に舞鶴市民の関心が薄い分野やと思うんですけれども、やっぱりこういうしっかりと質問ができる方は、ちょっと本当に貴重な存在だと思いますのでですね、まあせっかく復活当選されたんで、一生懸命頑張ってですね、まあ引き続きこういうような発信をしていただきたいというふうに私は思っております。はい、もう個人的にはもうすごく僕の好きな質問なんで、ありがたいというふうに思います。はい、もう非常に興味の深い分野なんで。はい、次いきます。あ、はい、日本共産党議員団の井田悦子議員のお話なんですけれども、まあ、ほんまに井田さんはね、共産党の議員団の、まあ、トップやとは僕は思うんですけれども、もうほんまにやっぱり一番もう議員らしい議員ですよね、まあ、一番ナンバーワンに弁が立つんじゃないですか、市議会の中では。女性議員の中ではナンバーワンに弁が立つしですね、まあ勉強されている方だというふうに思います。はい、まあ、ほんまにその非常に弁が立つね、勉強してやる、井田悦子議員なんですけれども、子育て支援医療費の拡充についてという質問をされております。子育て世帯の経済的困窮の受け止めと負担軽減の役割についてとね、制度の拡充を早期に実現することについて、さらなる拡充について、市長が目指す子育て支援医療費助成制度の拡充についてということで、質問をされております。まあ、これもまた長くなるんで簡単に言いますと、井田議員はですね、蒲田市長、いいことめちゃくちゃ公約で言うてたけど、3月議会で全然予算化されてへんねんけど、どうなんっていう話ですね。はい。で、子育て支援策が今回の、6月の議案、6月の補正議案で出ました。はい。でも、まあそれやって、すごくいいんやけど、他の市ってもっと早いことやってますよって、舞鶴だけなんで遅いのって言って。本気でやってんのっていうような質問をされておりました。今回のですね、6月の補正予算で、子育て支援医療費助成費として、子育て世帯の経済的支援策の充実と強化のために、中学生の、医療費自己負担に関わる助成制度を拡充するということで、中学生の通院の自己負担上限はですね、現行が月1ヶ月1500円なんですけれども、新たにこの子育て支援のこの医療費の受給としてですね、1医療機関につき1ヶ月200円の現物支給とするというふうなことになっております。はい。要は今、中学生の医療費が月額1500円なのを1医療機関あたり200円に変えますよということで、予算が366万円。まあ、たったの366万円なんですけれども、まあ、子育て支援の医療助成費が出るようになりました、ということを話し合ってます。はい。で、まあ、要は、ね、ずっとこういう子育てのね、拡充、子育て支援の拡充を目指している共産党さんからすると、いや、これ、予算少ないやん。しかもスピード感ないやん。まあ、これはこれでありがたいんやけど、もうちょっとちゃんとしようねっていうことを言うてはるんです。はい。
まあそりゃそうですよね。でね、まああの赤レンガパークの再開発とか図書館のね設計費とかそんなんは早々に決めてんのに、この自分の公約の子育て支援の拡充が全然あかんの、なんでやねんいうこと、他の市町いっぱいやってるよいうことを言うてるんですけれども、まあそこのところもですね、まあ舞鶴市側はまあほんまにいつものなんか適当な回答で、まあせっかくいい質問をされてるのになんかもったいないなというふうに思いました。で僕はですね、この今ですね、舞鶴市、まあ、蒲田市長がこのね今回6月の補正予算で、中学生のこの医療費をまあ1500円から200円にしますよって言うてるんですけれども、それはいい政策だと思います。はい、ぜひともですね進めてあげたい政策ですけれども、僕はこれには反対します。はい、はっきり言って反対します。あの366万円っていう、まあまあ予算からすると非常に低い金額ですけれども、こういうのをですねまだずっとこれは続けるわけですよね。今年1回きりで終われるわけじゃないんで、はい、もうずっと何年も続けてる、何十年も続けていかなきゃいけないんで、やっぱそれをやっていくと相当なたくさんの予算になります。はい、でもちろん医療費が安くなるよっていうことだったら病院も行きやすくなるんで、もちろんこの値段も上がってくると思います。はい、これは今舞鶴市が予算がない状態でこういうのをですね早々に決めるのは僕は間違いやと思います。はい、あの僕のね、まあ市長選出た時の公約でもですね、こういう医療費は無料にしましょうって言いましたけれども、それはちゃんと他の予算を削減してですね、財源を作ってちゃんと子どもの費用に予算に当てようというふうなことやったんで、僕とは違うんです。僕はちゃんと自分のとこで年医師予算を捻出して医療費を抑えよう、子供の医療費を抑えようって言うんでしたけれども、蒲田市長は予算の裏付けがないままですよ、いろんな贅沢、いろんな問題のことをお金、たくさんお金をばらまきながらですね医療費までばらまこうっていうのはそれはおかしいと思うんで、ここはもうお金の面でですね、もう舞鶴市議会の皆さんはですね、ぜひぜひですね、そのどこにそんな財源があるんやっていうことを、366万でもですね、それはもうやっぱり地理も積もれば山となるんで、しっかりとこれは議論してもらいたいと思います。はい。いくらこれは公約や言うてもですね、もともとそのね、全然お金を抑えるっていうこと、歳費の削減っていうのを、歳出の削減っていうのをやってないんで、こんなお金が出るわけがないんですよ。うん、で、しかも今からね、日本政府が子供たちに対していろんなお金を出してですね、まあいろんな対策を取っていくということで、1年待てばお金が出てくるかもしれないんですよね。一年待ったらお金が出てくるかもしれへんのに、こんな要はたった一年しか目先がないもののために対してお金を出すのはやめてもらいたいと。360万もです。はい。私たちの税金しっかりと使ってもらいたいと思うんで、僕はこの、まあ、蒲田市長がやってる子育て支援医療費助成に関しては完全に反対です。はい。ちゃんと削減してたらいいですよ。削減。はい。で、蒲田市長の給料を削減してその費用を使うって言うんやったらね、蒲田市長の給料を削減した分をこの分に当てるって言ったら、それをちゃんと示さなきゃいけないんやけども、今やったら何に使うかわからへんままですね、要は蒲田市長俺は給料下げたんやからいろんなものに使えるねんって言って、自分の下げた分以上をですね使おうとしてるんで、そういうパフォーマンスに過ぎないんで、ここのところは僕もほんまにあのしっかりと反あのしっかりとこれ反対しますからね。はい。でここもそうですけれども、まあ、ここのところでもですね子育ての話してるのに、この認定子ども園の話が出てこへんというね、共産党の井田さんとかこういうところに、しかも仲間あいずるね、共産党の井田さん仲間あいずる選出なんで、この地元ではないですか、地元の話でこんなこと知ってたら絶対に問題視して大問題になってるのに、それを言わないというね、だから議会で問題になるのを避けるために遅らしたんです、このリークを。こういうせっこいことをするのが蒲田市政なんですよ。ほんまにだからあかんでしょって。もうだから、もうほんまに、畳市政もあかんかったけども、さらにあかんのちゃうかなというふうに僕は思います。はい。もうこの認定こども園の計画中心に対してはですね、やっぱそこのところはやっぱ突っ込んでいかなきゃいけないと思うし、もう、ねえ、何をやってんねや、蒲田っていうふうにみんな言わなあかんと思います。はい。何を置いてもまずこれをするべきでしょっていうのがね、それを議会で話し合うチャンスやのに、これがなかったら次9月の議会ですよ、9月の議会、この話が出てくるの。まあ舞鶴のあのあれですよ、あの看護師学校の話もそうですけれども、だからもうあかんって、ほんまにもうあかんと思う、ほんまにもうあかんとしか言いようない。だからちゃんとこの
財政のことを考えてですね、蒲田市政はやってもらいたい。だから議員の皆様もほんまに、ちゃんとお金があるんかっていうのをほんまに計算してやってください。何を優先してお金を使うかっていうのがすごく大事なんで、もうほんまに議会の人、お願いしますわ、議員の皆さん、お願いしますわ、はい。次いきますね、はい。次はですね、まあ、多様性を認め合い、自分らしく暮らせる取り組みについてということで、まあ、パートナーシップ制度だとか、性のあり方をはじめとする多様性に対する理解と認識を広げる取り組みについてだとか、同性婚を認める法整備を国に求めることについてなんですけれども、まあね、これはまたLGBT 法案とかね、進んでおりますので、まあ、そういったところ共産党さん得意なんで、まあ、こういった質問をされてるんですけれども、まあ、ほんまにですね、まあ、木を鼻でくくるっていう、木で鼻をくくる対応ですよね。まあ、相槌はもう冷淡で、まあ、適当にはいはいはいって、もう杓子定規な回答をしておりますけれども、まあ、ほんまにですね、共産党に対する冷たさっていうのは、畳姿勢でも蒲田姿勢に対してもですね、変わらないなというふうに思います。共産党さん結構ほんまにこういう部分ではすごくいい質問されてるんで、もうほんまにしっかりと回答してもらいたいなというふうに思いますよね。うん、ほんまに、まあ、なんでこんなに共産党に対して冷たいのかなっていうのは、まあ、僕はちょっと違うかなと思います。特にこの、ね、LGBT 法案でですね、まあね、今世間の注目が浴びてる時にこういういい質問されてるんで、前鶴氏としてはですね、こんなもんしっかりとやっていくしかないじゃないですか。じゃあね、手を携えて一緒にやっていきましょうって言うたらええと思うんですけれども、そういうことを言えないんだなっていうふうに思いますね。もうほんまに、共産党の協力なしではもうほんま何も進まないと思うんですけれども、まあそういったこういう、なんかよくわからないですね。やっぱまあ維新と共産党は対立してるっていうその構図はやっぱりまあ前鶴、まあ、ね、日本の国政でもそうですけれども、やっぱり姿勢でもそうなのかなと思うと非常に残念です。はい、僕やったらもうちょっとね、いろんなこと話し合ってして、まあ、こういう質問に対しても丁寧に答えていきたいというふうに思うんですけれども、はい。次がまたもう長いな、都市民が作る図書館整備問題についてなんですけれども、まあね、図書館フォーラムの話だとか図書館整備の話をですね、まあ、伊田議員やられてるんですけれども、まあ前鶴氏側にはですね、図書館の利用者が減ってると、特に30代から50代の利用者が少ないからですね、利用者に偏りが見られるし、まあ京都府下の中でも舞鶴の図書館の本の貸し出し件数っていうのが非常に少ないんで、なんとかしようと思ってですね、図書館を整備するんですみたいな、ごく当たり前なですね、舞鶴市側の対応をしてたんですけれども、アホちゃうかと思いませんか。うん、30代から50代なんか前、利用者、図書館なんか利用いける人間おるんかいって、そんな暇な人間おらへんわっていうふうに思いますよね。わしも図書館なんかお前何でも行ってへんわ、何十年も行ってへんわっていうふうに思います。もうほんまに子供がちっちゃい時に絵本を探しに行った時ぐらいしかないんで、まあほんまにですね、30代から50代の利用者が少ないって、そんなもん当たり前の話です。しかも今ね、スマホとかいろいろこのね、本に変わるもんも増えてますし、まあまあまあ、その要はもうそもそもの議論の最初からおかしな話なんで、まあこんなことでですね、30億円もお金を使われるのはまあ非常に嫌ですよね。で、まあ議論の中でですね、今までのこのね、図書館では空調機器の故障だとか、雨漏りとかが発生してるんで、図書館の整備が必要ですよっていう回答もしてるんですけども、これもアホかですよね。ちゃんと雨漏りなんて事前に点検してですね、やっとけば雨漏りなんかしないんですよ。で、あと空調機器の故障もですね、ちゃんとそういう整備する、工程を組んでですね、補修改善のそのね、段取りをずっとしていったら、こんなことになる前に、雨漏りする前に、空調設備が壊れる前に、補修改修するのが、図書館の整備っていうかで、施設のメンテナンスですけども、それをやらんと、ずっと放置しといて、雨漏りしたから建て替えます。空調設備が壊れたから建て替えます。じゃあ、市役所の意味がないでしょっていう。仕事してる意味がないでしょって言って。こんなんだって会社でですね、やってきたら、お前ら保守メンテナンスの人間がおったら、何してんねんお前アホかって言われますよ。もうほんまにアホかですよね。うん、だから結局、なんか自分らが仕事をしてへん、前鶴市の職員が自分たちの仕事をしてへん、失敗をこの前鶴市に、市民に押し付けられてるね、30億円を押し付けられてるんだというふうに思います。はい。もう、あとはね、ワークショップのアンケートとかの回答をしてるんですけれども、前鶴市は、ワークショップのアンケートに回答して、半数の方が、
満足してくれましたっていうふうな回答をしてるんですけども、私からすると逆に、じゃあ半数の方は満足してへんのっていうふうに思ったりもするんでですね、まあ結構ですね、もう舞鶴市側のこの要はインチキごまかすっていうのがどん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 これ見て取れるんで、まあほんまにこの図書館問題もですね、もう舞鶴市どん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 このごまかそう、インチキしようというふうに企んでますんでですね、舞鶴市民のチェックが必要だというふうに思います。はい。最後、井田議員非常にいいお話されております。建設ありきで進めるべきではないと。コロナ後で大変な時に30億円も使うべきではない。市民と共に一緒に考えてですね、進めてほしいということを最後言われておりました。はい。もう私も本当これにはもうほんまにここは大賛成でございます。はい。井田議員の言う通りです。はい。ちゃんともうね、市民の市民の話を聞いて進めてもらいたい。急ぐ必要はないと。はい。市民の意見を聞いて進めてほしいというふうに最後、井田議員は締めくくっておられました。もうほんまにこれはもうその通りでございます。はい。で、まあ、共産党さんね、まあ、すごくいい質問されてて、まあ、非常にそれで終わってもうたらよかったんですけれども、まあ、最後に、まあ、平和あっての地方自治のその取り組みについてということで、まあ、舞鶴の平和について、まあ、いろいろお話をされてたんですけれども、その中でですね、共産党としては、まあ、舞鶴はね、引き上げの町なんで、舞鶴市にこの平和を伝えるモニュメントを作ったらどうかみたいな、そんな提案もされてましたけれども、まあそういうことを言うからですね、共産党さんのこのね、評価が下がるんで、まあもうね、こんな今もう平和を伝えるモニュメントみたいなね、そんな、作ったとしても維持管理できないですし、どっから予算がそんなあんねんっていうふうにも思います。はい。まあまたそのね、自衛隊の基地があるところでそういうのも作るのも、まあもうちょっとその防衛省っていうかね、そういうのもどうなのかなっていうふうにも思いますしですね、まあ、共産党さんとしてはですね、まあ平和についていろいろお話しされるのは、わかるんですけれども、まあ、あんまりそこのところに力を入れていくと、まあ、せっかく最初の方にいい質問をされたのに、まあ、そこのところで、ああ、やっぱりまだ共産党かっていうふうになってしまうのが残念やと思いますんで、まあ、ほんまに僕がね、言うことはないんですけれども、まあ、共産党さんでもすごく今、こう、支持が下がっているね、党員も下がっていると聞きますけれども、ちゃんともう、本来のこの社会保障っていうところにね、特化してやってもらったら、もうほんまに皆さん納得すると思うんで、まあ、あんまりその要は、ね、国政で言うのはいいと思うんですけども、地方ではあんまりこの平和平和って言うとると、市民からまた飽きられますよっていうふうに思います。はい。もうちょっと最後駆け足になりましたけれども、まあこんな感じで、議会の話終わりたいと思います。もうほんまに舞鶴問題だらけなんですけれども、この辺でまた視聴者のご意見も応募しております。今月、次の6月1日の土曜日のこの、視聴者投稿はですね、舞鶴の景気対策と、舞鶴の若者たちはどこへ行くというテーマで募集しておりますので、ちょっと今、すごく少ないんで、皆様のご意見をお聞かせください。舞鶴の景気対策と、舞鶴の若者たちはどこへ行くというテーマで募集しております。以上、よろしくお願いします。長くなりましたが、どうもありがとうございました。終わりです。森本隆です。今回の動画はいかがでしたでしょうか。気に入ってもらったらグッドボタンお願いします。チャンネル登録もよろしくお願いします。ヤバイぜ舞鶴は毎週水曜日と土曜日19時から放送してますので、次回もよろしくお願いします。それでは。